前回のあらすじ。明るい始まりの1ページから一変、薄暗い閉ざされた2ページにたどり着いたチビヨッシーたち。しかしそこにバカ犬の姿があって驚きを隠せない。さらにそこはホネホネ竜という恐ろしい怪物が住む場所でもあった。一つの頭だけならまだしも、三つの頭が揃うともう大変。ホネホネ竜の攻撃をかわしたチビヨッシーたちは先へ進み、メロン運びのアルバイトをする。その最中、黒い卵を見つけ出したチビヨッシー。果たしてこの黒い卵の正体は何なのか、そしてホネホネ竜はどうしてこの卵を守っていたのか。どうもハニチバンはたかまるかまるです。さあヨッシーストーリー続きやっていこう。前回は閉ざされた2ページをクリアしたんだよね。で今回やるのは3ページ目、こちら雲の3ページで、今回も4つのステージがあるんだけど、雲の間を抜けて高いぞキューちゃんの塔、寒くてもポチがいればムカデでイライラ、この4つなんだけど、どこやるかなんだよね。まあね、1ページ2ページ1つ目のステージやったから、一応ね全ステージやるつもりでいるから、1周目はとりあえずこの1つ目のステージかな、雲の間を抜けて。それで前回閉ざされた2ページでね、伝説の黒ヨッシーの卵をゲットしたじゃん。それで黒ヨッシーが仲間入りしたんだよね。他のヨッシーと比べると結構能力が違ってたりするんだよね。でもその能力を見るのはまた今度ということで、さあ3ページ誰で行くかなんだけど、まあ雲といえば空、空といえば水色でしょう。さて進んでいこう。あ、変なのがいるね。こいつはヘビリンを乗りこなせ、背中でジャンプすると頭の向きが変わるです。ちょっと難しい。なるほど、こいつは乗り物のヘビリンっていうんだけど、このまま行くとずーっとこの角度なんだよね。でもジャンプすると方向転換してくれるんだよな。ちょうどいいとこにメロンがあるな。でちなみにこれ落ちたりとかすると置いてかれるんだよね。でもこれはちょっと待ってね、この辺かな、ヘビリンのいたところまで戻るとちゃんと帰ってきてんだよね。帰巣本能があるんだよな。じゃあとりあえずこっちなら兵法水色だから、青系統の兵法が好きなんだよね。で上にメロンがもう2つあるな。よっしゃー、痛い、うまく踏めない、危ねえ。よいしょよいしょ、なんか落としたぞ。はい、もう一丁。はい、さあ青い卵が4つ、いいね。この辺かな。じゃあ改めてヘビに乗ってこう。うまい具合ジャンプしないとね、ちゃんと進んでくれないから、スイカはとりあえず無視。こいつウフフチョウって言うんだけど、ピンク色の時に食べると回復するんだよね。青だと体力が減っちゃうんだよ。青だからといって青よし水色よし入れて食べてもこのリアクションまずいんだよね。よーし、さあ今度はピンク色のヘビリンだな。ちょっと待って、クンクンしとこう。お、近いところにいるぞ。あ、よいしょー、雲の上にヒップドロップしてコインが出るってどういうことなんだろうな。お、コインコインコイン。あ、遠いな、ここか。よいしょー、コインコインコイン。まあヘビに行っちゃったけど一旦離れよう。あ、ここか、メロンあった。よーしよし、この辺で終わりかな。背景いいね、なんかジーパンみたいな生地。このピンク色のヘビリンはこれ上に行くんだよね。ちょっとこれめんどくさい、めっちゃめんどくさい。まあ、こんな感じで変、これ気持ち悪。この辺クンクンやっても特にないか。
ああ。コイン取りたいよ。メロンも食べたいよ。一旦落ちて。もう一回落ちて。来てない。この辺かな。ピンク、まだ来てないか。奇想本能はあるけど、ちょっと時間かかるんだよな。道に迷ってんのか。よいしょ。来た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 。意外とこれ取り逃しとかあるとめんどくさいんだよな。落ちたりとかして。はい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 。よし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 。どこ？どこ？いた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 。しかもこれ敵がね、フルーツ持ってる時とかめんどくさいんだよな。落ちたりとかしたらどうしようと思って。さあもう一回上行くぞ。お、メロンがある。メロンメロンメロン。よし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 。あ、ハートフルーツ。でも取ってる暇はない。メロン。よしよし。リンゴはいらない。ちなみに水色の好きなフルーツはブドウなんだよね。よしよし。さあなんか浮いているシャボン、卵で割っていこう。よし、ハートだ。まあね、この1周目はね、1つ目のステージをやるから別にハート取る必要ないんだけど、やっぱりね、いいスコアを叩き出すにはハートは不可欠なんだよな。さあ、おへいほうがバナナ持ってる。うっかり食べちゃわないように、卵で倒した方がいいんだよな。よしよし。よいしょ。あ、ちなみにこの緑の兵法が持っている唐辛子食べるともちろんダメージを食らってしまう。やばいやばい。よいしょ。踏ん張れ踏ん張れ。よし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 。さあ体力が危ないぞ。一応ワープちゃんはまあ中間セーブみたいな感じになってんだけど、お、そうだ、ここもクンクンしとかないと。よいしょ。コインだ。基本的に雲の上のクンクンはコインでいいのかな。まあ、さっきみたいなこういうちっちゃい雲でもね、メロンが出てきたりとかするからね。さあヘビリン来てるか。来てる来てる。無理に踏んじゃわない方がいいかな。基本的に無視が安定。危ない。あー、体力回復したいけどうっかりブドウ食べちゃうそうで怖いんだよね。あー危ない。よしよし。まあこの辺かな。上は特に何もなかったよな。この辺クンクンしとく。クンクンないね。よーし、壺に入ろう。あー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 。よし。さてと、ここはなんか奥に兵法がいるけど、いやー、ちっちゃい兵法が来た。ここって何か、うわ、やばい。体力がやばい。あ、でも、この、蝶々がいるな。こいつ食べると、全回復するんだよね。ここの兵法って確か全部倒すとメロンかなんかもらえたんじゃなかったかな。いった。ちなみにこの、スイカ持ってる数が多いんだけど、それは、ラッキーフルーツなんだよね。これ Wii U だから一応丸ごと保存とかあるんだけど、別にこれリセットしてるわけじゃないから、初めのラッキーフルーツのまんまなんだよね。スイカパート1とか第1話でね、選んだフルーツ。よしよし。さあ、あとは何体や。 1,2,3,4,5,6 6体か。内閣してるよ、ガルル。よいしょ。全部卵割っ、よいしょ。かわいいね。しかしいった。あー、ちなみにこの卵を投げて割ると火花が出るじゃん。これはね、左上のニコニコメーターと依存してんだよね。元気いっぱいの時に卵でやると火花も大きくなったりするんだよね。よし。うわー、メロン来たけど、あ、
さあ戻ってきた。ニコニコメーターがめちゃくちゃヘナヘナになっているのはね、まあ、ちょっといろいろあったけどね。うわーびっくり、ちょっと待って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 、いやいやいや、あ怖い、あ怖い。このお蝶々食べないと。でこのフルーツ持ってる兵法はなるべく左側の方で倒さないとな。倒せない、卵ないから。うわあ。ギリギリのくらい楽しいし。さてあと8体ぐらいかな。メロンはこの辺りに出たから、この辺りでスタンバってればいいか。お消えた。そうか、別に画面外に出ればいいのか。こんな感じかな。あ、リンゴ残ってる。さーて、プロペラ兵法はあと1体か。ちっちゃい兵法も可愛いよな。よし、これでおしまい。よし。はぁ、やっとここまで来た。さて、ここまでは12個のメロンだな。かっこいいな、かっこいいな、この メタルみたいな感じの無敵の BGM。 さあここに来ました。あ、しまった、卵補充するの忘れてた。ただこいつはドラゴンに乗って怖そうに見えるけど、実はとてもおとなしい。お空の上も怖くない。ドラゴン寝てんのかこいつは。ちょっと待って、上になんか土管があるけど、これは、あーあーあああ、空に浮いてる土管だ。あ、バカ犬じゃん。どうした空の上まで来て。あ、よいしょ、コインゲット。うわうわ、なんか蜂が飛んでんだけど。なるほど、こういうちっちゃい雲の上に何かがあるってことか。でも全部コインっぽいな。ちょうどいいや、ここで卵をゲットしとこう。よいしょ、全部コインっぽいけどね。まあでもスコアアップするにはね。あ、めっちゃクンクンが早い。ここか、どこだ。ここ花が置いてあるのはね、親切だね。おいおい、痛い痛い。蜂食べても体力回復しないんだよな。めっちゃ蜂いるじゃん。よいしょ、あーやばいやばいやばい。ちょっと待って待って、どうやら雲の上に乗っていると蜂が来てるみたいな。この辺か。ああ、別に下の雲でもええのか。飲んなきゃ、あ来た、ハート。飲んなきゃいけない部分もあったりとかするしな。ここはハートとコインか。よいしょよし、この辺はあった。あ、1個コインが画面外まで行っちゃった。取れる？取れない。卵もいけないしな。だいたいこれぐらいか。いやー、よいしょ、なさそうだね。よしよし、ずっと泣いてんなこのバカ犬。あ、この辺まだあるな。あった、この辺か。よいしょ、コインか。結局ここはコインとハテナだけだったな。ハテナ？コインとハートだけだったな。さーて戻ってきましたよ。さーて、怖くないって言われているこのドラゴン乗ってみよっか。さあメロンがあるぞ。うわうわうわ、結構な角度ね飛ぶんだな。で邪魔な警報を倒して、待って、この上にメロンがある。よしよし、で、なんか撃ってきたぞ。ハテナパネルかなんか。で、上になんか壺がある。
よし。さてと、ここにはサンゴのワープちゃんがいる。さてと、ここはなんだ、卵があるけど一応取んない方法。あ、これか。よし、これは上まで登っていくっていうパターンか。落ちたらめんどくさいぞこれ。お、メロン、いいね。よいしょ。あ、で、これで時間を延長するわけだ。はいはい。めっちゃなってるけど。メロン、メロン、ありゃ虫。時間延長。よしよしよし。足場がちっちゃくなってるから。おお、来た。メロンいっぱい、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 メロンいっぱい。いいね。あと5つで、これであと4つで、コインとハートゲット。ハートはコインで3つ目だから。で、時間が切れるとちっちゃい雲が消えるわけだ。メロンも置いてあった雲は消えないんだな。ナイス着地。猫みたいだな。高いとこからでも着地できるって。よーし、じゃあ壺、よし。さあ戻ってきました。また寝てるな。うっすら目開けてんだこいつ。こいつ結構見た目なんかどっかに見たことあるような気がするよな。最近だとなんかスーパーマリオギャラクシー2に出てくるガブリューに見た目似てるんだけど、別キャラらしいんだよね。で、この辺りに確かハテナシャボンあったからな。あった。これはメロン。よしよし。おうおうおう。で、これはメロン。よしよし。あと2つ。ペイホーが邪魔。ハチタチも邪魔。めっちゃ。まあ、でもハチタチは卵になれるからいっか。よいしょ。あと1個。リンゴ食べないように気をつけて。よいしょ。あと1つ。4号がまだ見かけないんだけど、これで最後のメロン。よし、これで3ページ目クリアと思いきや、うわぁ、ナムシャ、甘いからってペロペロ舐めるナムシャ、ここまでおいでムシャ。こいつは3ページ目のボス、ムシャムシャっていうキャラクターだな。でもこいつは正直言って雑魚です。食べまくればいいんだから。痛い。こうダメージ食らっても食べればすぐに回復できる。水色よし爆発すんのかよーし、よしよし。これで雲の3ページは本当にクリアだ。多分これで大丈夫だと思うんだけどな。まあ一応メロンは30個全部食べたし、ハートも全部集めたからな。さあ3ページ目。スコアはこんな感じになりました。さあこれでトータルが16,550。結構高いんじゃないかな。ヨッシーたちが歩いていると、空へと続く雲の道。ここを進めば近道かもね。雲はふわふわいい気持ち。落っこちないかは心配だけど、気分は最高、空の旅。最後に出てきたボスの雲菓子は、とっても甘くて美味しくて、お腹いっぱい、幸せいっぱい。また少し幸せになって。さあ、これで雲の3ページクリア。途中なんかメロンと違うやつ食べちゃったけど、それで結構時間食っちゃったな。まあでもね、3ページ目もね、メロン30個クリアしたわけだからな。さあ次回はこちらジャングルの4ページやっていきます。次回予告。
ジャングルの中をさまよっていたチビヨッシーたち。しかしそのジャングルはいろんな人たちが住んでいる家が集まっている住宅街のジャングルだった。ある家にはミノムシのミノボン、またある家にはホッピングヘイホー、またまたある家にはワンワンが住んでいる家だった。疲れていたチビヨッシーたちはお邪魔してフルーツを食べていると、ある家の主人が怒り狂って…次回ヨッシーストーリーグラグラ実況第4話、突撃隣のよその家、絶対見てね。